が共感し、新たな楽しみを見つける。平野志洋が気づく未知の可能性に期待が高まる。日本の美とファッションのと、ミラノ出身のボシュロム社長が、平野志洋さんを起用した際のコメントが話題となっています。ボシュロム、アクアロックス、R、ワンデー、UV、真の新商品発表に際し、社長は、最上級モデルのイメージを体現していただくのに最もふさわしい方は誰なのかということに非常ににだわりました。 そして、平野さん以外は考えられませんでしたと述べ、平野さんのスター性や人間性に言及しました。一方で、YSL での売り上げがなんと540倍に上昇したという報道もあり、その驚異的な影響力に注目が集まっています。ハイブランドの一つである YSL において、1億円の出演料がかかる価値があるとされ、すでにファンがミスソーダを箱買いする光景も見受けられます。 ミスソーダは大人並みであり、ヒラノさんの影響力が苦手なものですら愛される魔法をかけるような存在であることを物語っています。さらに、ヒラノさんのアンバサダー起用により、サンローランに対する関心が広がっています。知名度はあるものの購入を迷っていた人々が、ヒラノさんの影響力に感化されて使ってみようと考える姿勢が見受けられます。 これはまさに地域や国を超えて広がるコミュニティにおける平野さんの影響の大きさを示しています。地域情報からも彼の影響力が伺えます。サントリーのおすすめ商品、ミス・ SUI やミス・ SUI フルが地域で話題となり、読者同士の交流が生まれる一助となっています。彼の影響は単なる広告以上で、ファンや読者たちとのつながりを生み出しています。YSL やサントリーの商品を購入したり、 試したりすることで、読者同士が情報交換を行い、新たな楽しみや体験が広がっています。紫てるくんが推す商品に対する共感や期待は、彼の影響力がファンや読者たちとの絆を深め、新しいコミュニティを築いていることを物語っています。平野潮さんの広告効果や商品への影響は計り知れません。彼の個性や魅力が広告以上のものを生み出し、 商品だけでなくコミュニティ全体に新しい価値を提供しています。最後にファン同士の情報交換や共感が生まれ、新たな発見が広がる様子が描かれています。平野さんが広告していた商品に触れ、新しい味覚や商品に挑戦するファンたちがコミュニティを形成しています。これが平野さんが作り出す未来への期待と興奮を共有する機会となっています。 これからもその道の可能性に期待し、彼が導く明るい未来に期待しています。